ジュール・アルドアン・マンサールは、フランスの建築家。フランソワ・マンサールの兄弟の孫、ルイ14世の首席建築家になった人物である。フランスの後期バロック建築の第一人者の一人で、あり、ルイ14世の権力と栄光を表す、数々の建築物を手掛けた。ジュール・アルドアン・マンサール・ジュールは、ホテルでザンバリ島を設計したリベラル、ブリアント、王子のフランソワ・マンサールに支持した後、 サンジェルマン・アンレ城の拡張を皮切りに、ルイ14世の愛人のモンテスパン公爵夫人の城を設計したことで王の評価を勝ち取った。こうして、1675年から王室建築家になり、ベルサイユ宮殿の造営に携わるが、より多くをルボーに追ったとされる。ベルサイユ館の鏡の間においては、ルボーの基本的構成をアルドゥアント・ルブランが完成に至る際、 アルドゥアンは、有能、迅速かつ適応性があったため、宮廷の芸術的要請を完全に理解し、官僚建築家として、当格を表したという。1681年に、王の首席建築家に、1699年に、王家の建物の創刊に任ぜられた。こうした、出世街道は、人々の妬みを喚起し、三モンは、ジュールが彼の人事すべてを、 自分のものとするために従順な建築家を大作者として置いた角で告発したという。この意味では、ジュールはランウェロンスやビエールル、ポートルといった才能ある助手に恵まれ確かに幸運であったというが、しかし彼自身、真の才能を備え、王の背景として要求される光と視覚上のドラマチックに演出する鮮やかな感覚を有していたことも事実としてあり、 事実アカデミー出身のジュールの洗練されたスタイルは、後期バロックは方向付け、その影響は遠く、サンクトペテルブルクやイスタンブールにも及ぶほどである。一方で、彼のスタッフが、王女体であったことから、自身が直接関わったデザインは少ないのでは、ないかという意見もある。1670年以降ベルサイユの大増築に、携わったが、この増築は、外観としては、 最難で、ルボ1による、庭園側ファサードの中央テラスにはめ込みをし、その長さを3倍にしたという。オランジェリー・トリアノン礼拝堂はそれに比べて、巧妙に処理されたが、礼拝堂は、ロベール・ド・コットにより完成された。彼のバロック的傾向は、パリのアンバディット教会において、最高潮に達したが、その一方で、バンドーム広場などは、 都市計画に対する彼の天文を示している。1682年に借意を授けられたが、1699年にサゴルの土地を13万リーブルで買うまでは領主になれなかった。人生の終わり感近くの作品、特に1690年代に彼の指図の下に再装飾を施されたベルサイユ、トリアノンマーリーの各宮殿の数多くの部屋部屋は、 バロックの洒落さからロココへの第一歩を記すより明るくより優美な様式へと変化したと指摘されている。他、ナンシーの大聖堂の内部装飾はフランスにある古典主義的教会のデザイン中最も素晴らしいものの一つとされている。最後の仕事、ムードンに立つシャトーヌフは外競りの広大さを内部のくつろいだ感じと十分な間取りとに結びつけている。ありがとうございます。